で今日のお話としては森と里と海がつながってますよというその物語を自然科学的なものあるいは人々の物語の中で少しご紹介をしたいと思っています。えっと、科学的な話になると非常に難しいんですがこのつながりを説明する何て言うんですか役者ですよねキャストですね。として「養存有機物」。 言葉で聞いて意味がわからない漢字で書かれて意味わかりそうだけど結局わからないということかもしれませんけれども水に溶けている有機物ですまあコーヒー紅茶に砂糖入れたら溶けてますわねそれで結構ですあるいは窒素の栄養塩えっと窒素リン酸を借りて農業やね畑とかそういうところをやるときに重要な肥料としてよくご存知だと思いますけれどもその窒素っていうのはこの空気中にある窒素ガス 78%ほどが窒素ガスなんですけれどもそれは栄養にはなりませんごくごくわずかな生物しか使うことができなくて我々もちろん人間は使うことができません、えっと、それが酸化した形の硝酸塩あるいは窒素水素がついたアンモニウム塩が植物動物の一部が使うことができる栄養となるものですけどそういうものそれから今先ほど森メレ連管学の中でちょっと出てきました鉄というものが この森里海、このこの風景というか、この中でどういうふうになっているのかというのをまあ調査をしたという話をさせていただきます。えっとここ京都ですけれども、一つ山を越えて倉間から向こうへ越えていくと由良川という流域が出てまいります。えっと、我々フィールド科学教育研究センターは亜州研究林っていうのは京都の北部に持っております。あの、この中にも行かれた方がいらっしゃるかもしれません。けれどもこの辺にございます。 でそこに亜周研究林がありますでそこは京都府の中で流れる京都府のみを流れる川と言ってもいいんでしょうけれども湯良川というものの最上流にあります亜周研究林に行かれて山の上から行くと湯良川の最初の水が湧いているところが見ることができますどうぞいらしてくださいここにありますでそれがぐるぐるっと流れていって最後丹後海若狭湾丹後海に流れ出ていくんですけれどもそのちょっと横っちょに舞鶴という場所があります 先日舞鶴行っててで電車待ってたら鳥取の地震が来てグラグラとみんな駅で待ってる人の携帯がウィンウィンってなったんですね何だろうと思ったらゆゆゆらゆららと,と全然今日の話とは関係ありませんが <laughs> 前水産実験所があります海賊と山賊がおるところで由良川が一本流れているのでここを調査をしましょうということで2003年からあ違う9年から13年気分化プロジェクトというのをあの予算をつけていただいてやりました。 まあこの流域で例えば先ほどの溶存有給であるとか鉄がどのように流れていっているのかを調べようということですそれが森由来なのかということの,あの調査でありましたあこれを先っ出しておけばよかったですねこことここですここあの水産実験場小さな小さいと言った大きいんですけども亜種研究量42平方キロメートル6キロかける7キロあります私も全部歩いたわけじゃない えっと、伊勢さんはそこの林町ですけれども全部は絶対歩いてないはずなんですが、まあ、そんだけの,あの空間があるけれども浦らの流域は1,882平方キロメートルですから、まあ、でかいところになります、まあ、黒い丸が調査地点いろいろあってまあ調査をいたしました、えっと、こ横軸、えっと、左側が河口、えっと、右側が亜湯研究所の中のまあ最上流と思っていただければと思います、えっと、実際浦らは百は147キロですので この先ほどでまだ10キロほどあるんですけれども、あの水を取ったのはこの辺であると。溶存有機体炭素量 DOC って書いてありますけれども、まあこれは覚える必要も何もなくって有機物がどんだけありますかと川の水にということです。そうするとまあこんなふうにデコボコするとこの。 ヒゲのような線がついているのは何回も測ったやつのま標準偏差というまあ、ばらつきの示しています。まあ、こんな変化がしていると。で、これが栄養園の窒素の栄養園ですけど、硝酸態窒素はだんだん改流に向かって増えてくるので、硝酸をひょっとすると人間活動が出てくるとまあ、生活排水であるとか、えっと田んぼとかから肥料の影響で出てくるという風うに。まあこれ今まさしく物語ってますよね。 これはこの濃度自身は一つの事実かもしれませんけどそれが人間活動によって排水が出てきて高まってるんじゃないかまさしく物語ってしまいました今はからずも、まあ、こんな結果が出ていると。でこれは何かっていうと横軸はちょっと場所なので無視していただいて縦軸は50から100%になってますけどもその川の水を取った水はどこから集まってくるかっていうのはえっと そこよりも標高の高いところに降った雨が流れてきますよね。それをぐるっと囲って、その中に森が何パーセント、田地が田地ですと農耕地がいくらっていうのは計算をすることができます。で、そうすると最上流のところは全て森林から出てきた水でですよと。 だけど河口域まで行くと農地もあれば市街地もあればそこからも水が来てますよと、まあ、それの割合を示しています。でこの割合例えば森林が100%なのか60%なのかとその水の中に溶けている物質の濃度との関係を見てみようということです。ということです。例えば森林ばっかりのところで鉄の濃度が高いそれが農耕地が増えてくると鉄の濃度が下がってくれば。 鉄はどっから出てくるか言ったら森から出てくるんじゃないかっていうのが一番簡単な説明だろうと思います、まあ、そういうことをやりましょうということですあり横軸が森林率ですその川の水を取ったその水がどっから来たかその収水器と呼ぶんですけどもその中に森が100%ですか60%ですかっていうのを計算をしてやるとでその水に溶けているこれは養存有機物の中も先ほど鉄を溶かしてくれると言っていた腐食物質 茶色い物質ですけどもそれの濃度まあ、相対値ですが表していますそうしてやるとこの黒丸だけ見ていただければいいんですけど森林の割合が減れば減るほど腐食物質は増えてくるという結果になりましたこれを物語ってみましょうか森が減れば減るほど腐食物質が増えてくるということはこの腐食物質は森からは出てないんだと森からはもちろんいく,いくつか出てるんですけれどもそれ以外の 土地利用土地被覆例えば農耕地であるとか、えー、と住宅地ようなところからそういうものが出てくるということをこの結果は示しているということです。あるいはこれ縦軸養存している鉄の濃度測ってみました。そうすると森林率が減れば減るほど森林じゃないところが増えていくると鉄の濃度が上がってくるように見えます。これも物語ると鉄は 森から少しは出るかもしれんけども、それ以外の土地利用のところから出てくる方が多いということになります。もし森が鉄を溶かした状態で不織物質と鉄が溶かした状態で出て行って海に届くと海の生産が上がる。それが森が海の恋人だという物語だとすると、森じゃないものが鉄を出してるってなったら森は海の恋人じゃないのってなるんですよね。 さあ困りました森読みの恋人活動学問的に書くと森里見連環学で、畠山茂雄さんは我々フィールド研の社会連携教授として講義も受け持っていただいてるんですがあれらちょっと困りましたよねっていうことですねえっと畠山さんが森里見連環学の講義を京都大学の全学に向けに講義をされますで、その数回後で私が同じコマをで、ね、説明すると えっと森は海の小人ではなかったみたいですってなるんですよね困るんだけど由良川においては鉄は森よりも他のところから出てるようですよというのが科学的な事実としてのめなければいけないということになりますただしその鉄が海の生産にどれだけ関わっているのか他のところから鉄は出てるけどそれは関係なくって森から出てる鉄が重要ですなのかもしれないんですそこまでまだ調査は進んでおりませんけどそういうことになります もうちょっとあの解析的というかちょっと勉強らしくやるとすると森林率あるいは耕作地率あるいは市街地率どれだけの空間の森が占めているか農耕地が占めているかというその率と養存している鉄の濃度との相関をとってやると森林率とはマイナスの相関ということは先ほどと同じように森が増えるほど濃度が減る。農耕地 あるいは、えー、と市街地は生の相関を持つということはそれが増えれば増えるほど濃度が上がるということになりますですから溶存鉄の流出は森林よりも耕作地あるいは市街地の方に原因がある供給源があるということになってしまうということですでその鉄あるいは不織物質というのが植物プランクトンの生育に確かに役に立つんですかこれも確かめとかはいけないと まあこれは世の中植物プランクトンの培養実験している方いっぱいいらっしゃいます生物にしろ、えっと、生物科学の人にしろでそれはまあとりあえず確かめておきましょうと、まあ、これちょっとあのややこしいので結論だけ言いますけれども鉄と腐食物質を入れてやった方が生育が上がるとこの水色のバーが大抵下の方が長いというのはその効果があるということが分かってまいりました。 だから不織物質の存在によって植物プランクトンが利用できる鉄の状態が良くなって生育には良くなるんですよだからそれが来ればいいんですねということまでは分かりましただけどその鉄あるいは不織物質は必ずしも森だけではないということまで揺らがわにおいてはということです大川あるいはえっと畠山さんがされているモーネ湾の 小さな川についてはひょっとすると鉄は森から出てくるということになるのかもしれませんがそれれは調査を正確にしななければわからいいというこれちょっともう時間がないと思うので飛ばしますしょう。